今外の気温は18度ほど、過ごしやすい時期ですが、ちょっとした油断が大きな危険につながります。車のトラブルなどに対応する JAF 日本自動車連盟がある注意を呼びかけました。それは車の中、車内の温度って言いますと、春先であっても、45度ぐらい。これは JAF の実験動画。外の気温は23度ほどです。しかし、わずか10分経過しただけで、ダッシュボードはどちらも30度を超え、30分後には50度を超えました。夏だけでなく、春のこの時期も、小さい子どもや高齢者には命の危険が伴います。ちょっと起こすのがかわいそうかなということで、短時間であれば車内に残してっていうふうに考える方もいるんですけど、熱中症指数っていうものが危険なレベルまで高まるっていうのも実験で出てますんで。また気をつけたいのが、車の中に鍵を入れたまま施錠してしまう鍵の閉じ込み。県内では1ヶ月平均で JAF に100件以上の出動要請があり、このうち現場に着くと車内に子どもが閉じ込められているケースもあるということです。お子さんとカバンを先に車内に置いて、ドアを閉めて運転席に回ろうと思った隙に車が勝手に鍵がかかってしまうとかっていうケースもやっぱあります。鍵だけは手に持っておく、ポケットに入れておくっていうような対策をされると、そのようなリスクは防げるかなというふうに。目前に迫った大型連休で車を使う方は多いと思いますが、わずかな時間でも子どもを置き去りにしないように注意が必要です。